はい、アジアシの168日目でございますが、こっち紙でよくわかるかな。畑がね、耕されてる。うん。土曜日の間に親とかおばあちゃんとか来てなんか畑やってたわ。なんかちょっと綺麗になってる。綺麗になって、キャベツとレタスが植えられている。この感覚で大丈夫かな。この感覚でいけるもんかな。キャベツとかレタスとかさ、植えても一玉しかできないから買った方が早くねみたいな気持ちになるんですけど、そうでもないですかね。で、野沢菜、先々週に頼めた野沢菜はこんな感じですね。間引くのはどれくらいから間引けばいいのかな。今日わからんな。春菊はなんか春菊も生えてるんだろうけど、雑草も生えてるという、そんな感じです。そしてわけぎはね、いいですね。時々納豆に入れて食ってます。俺だけがほいで。そっか、茎ブロッコリーか。あとは茎ブロッコリーの様子ですけど、どうなんですかね。これは非常に大きくなってるんだけど、この辺とかちっちゃいままだし、巡回してます。時々青虫がついてないかね。今日のところは青虫はいないんじゃないかな。寒いね、もう最近はめちゃくちゃ寒い。お家入ろう。ということで、アザシの168日目でした。ほんなまた。